見彫言葉は、平安中期の仏教説話集。略して、見保いとも呼ばれている。遠友天皇の栄冠2年11月に成立。二品高子内親王のために、学者みなもとためのりが先進。高子内親王は3歳で、七味門霊勢天皇の祭典に牧場され、大下の後王子にあたる遠友天皇に受代するが、天元5年4月、密かに髪を切り入道した。 その後、内心王の仏道の入門書として、見穂絵言葉三巻が献上された。本文の中期によれば成立当時は絵を伴ったが、やがて絵は三一し、説話のみが現存。見穂とは、仏、法、僧を指し、本書はその苦毒について述べたもの。上巻十三話は、釈迦の本章丹。中巻十八話は、本庁の高僧伝などで、うち七話までが、 日本芸域からの引用。下巻は、年中の仏寺の来歴、作法を月並みに解説。三巻はそれぞれ、昔、中頃、今の時代に対応する。伝本の形態には平仮名、変態漢文、漢字カタカナの別がある。全部ではないが、源の年寄りの書として伝えられる。書風は音が、清楚で、気品も高い。奥書きに、 保安元年6月7日小津つしを張りぬとある。ありがとうございます。